誕生石という言葉は聞いたことがある人は多いと思います。誕生石とはそれぞれの生まれの月に意味が込められた宝石が指定されています。1月はガーネットです。石言葉は真実、勝利、友愛、忠実です。ガーネットは実りの象徴とされており、積み上げてきた努力が成功へと導いてくれると言われています。身につけることによってこれまでの努力を成功に変え、豊かな実りを与えてくれます。2月の誕生石はアメジストです。石言葉は誠実、真実の愛、心の平和、好機です。思考をクリアにし素早い対処ができる力があるとされており、ルネサンス期のヨーロッパでは恋人たちを落ち着かせる力があるとされておりました。そのため愛の守護石とも呼ばれており、恋愛成就をサポートしてくれる2月のバレンタインデーにぴったりな誕生石です。クリソベルキャッツアイも2月の誕生石です。クリソベリルには黄金という意味があります。石言葉は守護、慈愛、驚愕です。猫の目に見える理由は平行上組織によって一条の光が現れ、猫の目に見えるようになっているからです。キャッツアイには第三の目で全てを見抜き、あらゆる災いを避け身を守る力があるとされています。3月はアクアマリンです。石言葉は勇敢、富、聡明、沈着、幸福です。永遠の若さや人生の光を象徴しており、結婚や出産にアクアマリンを贈られると幸せになると言われています。美しい海の精の宝物が海底から浜辺に打ち上げられて宝石になったという神話があります。コーラルも3月の誕生石です。石言葉は幸福、長寿です。仏教では七宝にも数えられており、持ち主に幸運や富をもたらす力を持つとされています。身につけるとネガティブな部分を浄化し、明るいエネルギーを取り入れてくれます。安産祈願としてもおすすめで、産後の日立ちのお守りとしても使われています。ブラッドストーンも3月の誕生石です。石言葉は勇気、聡明、献身、救済です。負の感情を跳ね除け、心身の強さをもたらしてくれます。ヘリオトープとも呼ばれており、太陽を呼び戻す石という意味が込められています。心身を健やかに保つためのお守りとしてもおすすめです。アイオライトも3月の誕生石です。石言葉は道を示す、人生の道しるべ、貞操、誠実です。昔のヨーロッパでは結婚が決まった際にアイオライトを贈る風習もあり、恋愛や結婚における誓いの意味として一途であり続けるというメッセージも込められています。心に安定をもたらし、目標の達成をサポートしてくれる力を与えてくれるとされています。4月はダイヤモンドです。石言葉は純潔、正常無垢、永遠の絆、純愛です。鉱物の中で最も硬く、傷つきにくく、結婚に欠かせない宝石です。永遠の愛を象徴しており、不運や悪いものから守ってくれて、2人の仲が結ばれている証とされています。モルガナイトも4月の誕生石です。石言葉は愛情、優美、清純、優しさです。ピンクベリルとも呼ばれており、愛を象徴した宝石とされています。モルガナイトには心に柔軟性を持たせ、ストレスを緩和し、気持ちを落ち着かせてくれるとされています。5月はエメラルドです。石言葉は幸福、幸運、愛、希望です。クレオパトラも愛用していたとされていた宝石です。知的で清楚な魅力を高めてくれるとされています。心と体をリラックスさせてパワーを与えてくれるともされています。ジェイダイトも5月の誕生石です。石言葉は心の平和、好機、誠実、幸運です。日本では翡翠とも呼ばれています。翡翠はグリーンのイメージがありますが、レッド、イエロー、ピンク、ブラックなど様々なカラーがあります。最高品質のものはローカンと呼ばれています。お守りとして使われることが多く、事故や不運を遠ざけるとされています。6月はパールです。石言葉は健康、長寿、富、純潔です。昔薬として使われたことから、健康や長寿といった言葉が使われています。
誤解に守られて育つため、トラブルや厄が侵入しないよう守ってくれる石とも考えられています。また、パールには精神を安定させてくれる力を持つと言われております。ムーンストーンも6月の誕生石です。石言葉は、幸運、恋の予感、円満です。月の満ち欠けに従い、宝石の大きさが変化して見える現象から、ギリシャ語で月を意味するセレニテスを語源として命名されました。危険を遠ざけたり、魅力を高めたりしてくれる力があるとされています。アレキサンドライトも6月の誕生石です。石言葉は、情熱、誕生、好奇、出発です。この宝石には、当たる光によって色が変わる変色効果があります。昼の光に当たると青緑色になり、白熱灯やろうそくの光に当たると赤紫に光ります。クリエイティブな発想力を高めてくれるとされています。7月の誕生石はルビーです。石言葉は情熱、良縁、純愛、勝利、活力です。日本では宝玉と呼ばれています。見た目だけでも圧倒的な存在感を放つルビーは、古くから繁栄や富をもたらすものとして権力者たちに使用され、宝石の女王と呼ばれてきました。女性との相性が良く、身につける人の潜在的な魅力を引き出し、良縁に導くとされています。スフェーンも7月の誕生石です。石言葉は永久不変、改革、人脈強化、純粋です。スフェーンはギリシャ語で楔に由来します。結晶が楔の形に似ていることから名付けられました。この石には持ち主の才能を開花させ、人脈を引き寄せて成功へ導く力があるとされています。8月の誕生石はペリドットです。石言葉は夫婦愛、運命の絆、幸福です。ペリドットは太陽の宝石とも呼ばれています。夫婦和合をもたらす力があると伝えられ、幸せな家庭には欠かせないお守りとされてきました。邪気を退け、身につけている人の周囲に取り巻く災いを払ってくれる効果があるとされています。サードオニキスも8月の誕生石です。石言葉は夫婦の幸福、幸せな結婚です。赤と白のコントラストが人の爪に似ていることから、古代ギリシャ語で赤や茶色の意味を持つサードと爪を意味するオニキスを合わせた名前が付けられました。持ち主の意識を向上させることで、邪悪な考えから身を守り、内面の美しさを引き立て、恋人や夫婦関係に安定と幸せをもたらしてくれると言われています。スピネルも8月の誕生石です。石言葉は勝利、成功、情熱、挑戦、不屈です。クリスタル結晶で産出されるスピネルは、ラテン語で小さなトゲを意味するスピナが語源となっています。体内のエネルギーをやる気に変え、目標達成に向けての行動や意思を引き出して自己実現へと導いてくれるとされています。9月の誕生石はサファイアです。石言葉は誠実、慈愛、徳望です。昔はサファイアは神聖な石だと考えられ、聖職者が身につけていた宝石です。サファイアを身につけると自信がつき、仕事やプライベートで成功する力を与えてくれるとされています。また身につけることで誠実で穏やかな愛をもたらすとも言われています。クンツアイトも9月の誕生石です。石言葉は無償の愛、無限の愛、純粋です。カリフォルニアで発見されたことからカリフォルニアアイリスとも呼ばれています。感情の起伏を落ち着かせ、心を穏やかにしてくれるヒーリング効果があるとされています。10月の誕生石はオパールです。石言葉は純真無垢、幸運、忍耐、歓喜、希望です。オパールは数ある石の中でも非常に明るいエネルギーを持つ幸運の石と呼ばれています。オパールは憂鬱を払い、何事にもとらわれない柔軟さや、人に左右されない自分自身の核を作ることを助けてくれるとされています。トルマリンも10月の誕生石です。石言葉は希望、無邪気、潔白、友情、広い心です。ない色はないと言われるほど多彩な色を持つのが特徴です。多彩な色の理由は
トルマリンが様々な成分や元素が複雑に入り混じった鉱物であるためです。明るく前向きでいたい時や、将来の夢や希望に向かって進みたい時におすすめの石です。11月の誕生石はトパーズです。石言葉は友情、友愛、希望、潔白です。トパーズは友情、仲間意識、大切の象徴とされています。コミュニケーションなど対人関係がうまくいくようになり、自分の本当の気持ちに気づかせてくれると言われています。生活のいろいろな面が調和の取れたものになり、日々のバランスを意識したいという方にはおすすめの石になります。シトリンも11月の誕生石です。石言葉は繁栄、幸福、生命力、希望です。シトリンは昔から金運と財運を呼ぶ石、繁栄と風紀をもたらす幸運の石とされてきました。太陽のエネルギーを持つ宝石で、持つ人に自信を与えるとされています。また生命力を高め、希望、勇気、自信を育む効果もあるとされています。12月の誕生石はターコイズです。石言葉は成功、繁栄、強運、解放、旅の安全です。ターコイズは別名トルコ石とも呼ばれています。ターコイズは危険や邪悪なエネルギーから身を守ってくれるとされており、持ち主に危険が及ぶと変色したり欠けてしまったりするという伝承も数多く残っています。古くから旅のお守りとして用いられてきました。身につけると夢や目標を達成させてくれる力を持つと信じられてきました。ラピスラズリも12月の誕生石です。石言葉は幸運、健康、高潔、尊厳、真実です。古くからお守りや魔除けに使われていたラピスラズリには邪気を退けるパワーがあると言われています。ラピスラズリは外部からの災いだけではなく、自分自身の心の邪念も払ってくれるとされていました。持ち主が怒りや嫉妬などで判断を誤りそうな時、それを正し成長できるように試練を与える石とも伝えられています。タンザナイトも12月の誕生石です。石言葉は好奇、冷静、空想、神秘です。タンザナイトは知性や意識を高め、物事を成功に導く石と言われています。身につけることにより相手の心を察したり理解したりする力が備わるとされており、コミュニケーション能力を高め、相手にも自分にも幸福成功をもたらす状態を作り出すパワーがあると信じられています。ジルコンも12月の誕生石です。石言葉は生命力、行動力、無限、永遠、平和です。ジルコンは生命力と行動力を高め、人生における成功や幸福を高める効果があるとされています。またジルコンは平和の石とも呼ばれる宝石で、心を落ち着かせて静かで平和な心をもたらすとも言われています。誕生石の起源には様々な説があり、諸説あります。その中でも有名なのが、旧約聖書などに12種類の宝石の記載があり、約3500年前に遡るのではないかと言われています。12種類の宝石が歴史上最初に登場するのはバビロニア帝国と言われており、そこで使用されていた12星座と星座石が現在の誕生石の原型になったという説があります。他には旧約聖書でユダヤ教の高僧たちが胸につけていたプレートに12種類の宝石がつけられていたものが元となったとされていたり、エルサレム城壁の土台につけられていた12種類の宝石が由来するという説もあります。これらのように誕生石の起源には様々な説があります。誕生石を身につけるようになったのは18世紀にポーランドに移住したユダヤ人によるとされており、高値で取引される商材となりました。20世紀に入るとアメリカに渡り、そこで誕生石を広め、現在では各国で馴染みの深いものとなったとされています。現代の誕生石については、1912年にアメリカの米国宝石商組合によって正式に誕生石が制定され、1952年には改定を経て現在のものになりました。日本では1958年に全国宝石卸商協同組合が誕生石を制定しました。